あのね、ええ、あの俺刑務所で一番耳が良かったんですよ、はいはい、それで、ええ、こうやってやってると500メートルぐらい先でね、ええ、今日カレーライスだよとか話してて聞こえるわけよ、はいはい、そうすると俺が、ええ、おい今日カレーライスだぞって言ったかっていうと、うん、本当に出るわけ、うん、そうすると、はいはいはい、わーすげえなモンさんは。でカレーライスぐらいのことからじゃあ今度沖縄返還の時に、うん、ねそのあれですと御社は出るんでしょうかとかいろんな話するわけよ。俺は一応大学に行ってるからさ、はいはい、そういうことで大学の、はい、あの行ってるっていうことでなんかこうみんな不良たちが来てみんな出たいわけだよ、はい、自分も出たいんだよ。だからそういうことでといや精霊御社だけじゃないだろうとこれ一応この日本にその沖縄帰ってくるんだから、はい、これは御社あると、はい、それは何かっすよ自分が一番出てんだよ、はい、だからやっぱりそういう気持ちになっちゃうのよ、はいはい、そうでしょ、はい、だから今度の話が飛躍するけど巨人軍が負けたけどそれであのそういうなんていうかなところがあると思うんですよ、だから安西水丸とか俺の友達なんかがね、はい、モーさんなんていうんですかね中日勝ちますかねとかねいろんなこと言ってね、うちのマンションの部長がモーさん一つだけお話があるんですけどって何言ったら今年中日貸しますかねなって聞いてんだよ俺ね、だからそういうところが俺あるらしくて、刑務所でも、はい、いや、11月3日は何でしょうねなんて言うと、うん、11月3日はリンゴだろうとかなんか言うわけよ、それとな大人がみんな、はい、刑務所に入ってるんだけど、はい、一番何がいいかって言ったら女の話なんかしませんよ、食べ物の話ばっかりしてんだよ、はい、と元旦にはお餅がお何センチぐらいのお餅だったんだけどと俺がね預言者じゃないけどいやだいたいこのくらいのお餅じゃないのとかみかんは出るんじゃないのとかとんかつがこうやって出るんじゃないのかっていうとだいたいこう当たるんだよ、はい、でそんなことでそのもうみんながそのモーさんモーさんっていろんなこと聞きに来るわけ、はい、さっき見たようにその沖縄の返還がありましょうありますかねとかいろんなことこう聞きに来るんで俺が全部その何でもさ市川のお助けじいさんじゃないけどみんなそうやってこう教えてあげるんですよ、はい、それで、はい、そうするとさ中に入ってる人ってさ、はい、なんかに頼りたいんだよな、はいはい、だからみんな聞いて、あそうですかありがとうございますみたいな感じでさ、それでもってその聞くんですよ。で俺はそれうんうんって言ってその話してたんだけど結局ねそういうなんて言うんだろうなその話してることをみんなが聞きたがってんだなっていうねことをね、俺はそのなんていうかなそこでね刑務所でね覚えましたね。でもその耳がそれで耳の話になるんだけど、まあその耳がね、買ってやって耳は今褒めてくれるけど、はい、実は石原慎太郎と会ったんですよ。まだそうだな6年ぐらい前かしら、はい、そしたらねお前の耳は変な耳だなって言うんだよね。都知事がうんそうそう、はい、それで、なんだお前の耳はこういうわけ、はい、でもそれはほら俺の敬愛する石原裕次郎の兄貴だから、それはもう何言われてもさはいはいっていう感じなんだけど、そういうんですよ。でもねこの間その猪木がその詩を作ってね、とってもいい詩を俺にくれたんですよ。で21ぐらい詩作ってきてくれたので、俺はその猪木の詩集っていうのを出そうと思って、はい、で日本詩協会の新川和恵さんっていう詩人がいるんですが、はい、その人と猪木と合わせたのよ。はいはいはい、そしたら新川さんが「桃さんっていい耳してるわね」って言うんですよ、はい、で俺はその時に「なんで慎太郎ってね」だから石原慎太郎さんは全然あれだったな、そのお前の耳は良くないとかね言ってたけど、だからこっちは出世しねえんだなっていうねなんかねところを持ってるよね、うん、だから石原裕次郎っていうのは、はい、例えば俺がおばあさんと二人でいてね、なんて言うんだろう、あれですよ、押し売りにね、買えとか言われた時にね俺怖くてね押し売りに口答えできなかったんですよ。その時俺まだね6、7歳です、7歳ぐらいだよね、はい、だから大人には怖いんだよ、はい、大人がそのこの野郎とかなんとか言った時に、はい、でだからすごく縮こまってたのね、うん、だからそういう話をちょっと裕次郎さんにしたことがあるんですよ。そしたら裕次郎さんが、はい、広坊そうだよ当たり前だよな、子供は押し入り怖いよな、こういうこと言うんだよね、こう優しさにあふれる言葉で言うんだよ、はいはい、ね、これ同じ石原慎太郎に言ってみなよなんで小学お前あれだよ不良のくせにさ不良の世界のくせになんか刀で後ろから切っちゃなかったんだとかさバカなこと言うかもしんないよね、はい、だからそういうことで
すごい石原慎太郎ってのはほらなんかこう言葉でさ、あの言葉のナイフを投げつけてさ、人を切るんですよ、だからそこがねやっぱり裕次郎と慎太郎と違うっていうところでね、言葉遣いも本当、身を守る鎧なんだよ、言葉遣いも、そうでしょ、俺がさ、おう、たけしよとか言っちゃって、こんなことやって、田舎の前、チンピラみたいな格好してきてさ、それで、おサインしろみたいなこと言ってたらさ、お前、あのデブ呼ぶな、これで終わりですよ、そうでしょ、でも一生さ、彼はさ、もうアメリカかなんか暮らしてさ、俺が追っかけていけば、ブラジルの方に逃げたりさ、そんなことしてさ、もう会えないじゃない。だけど、ちゃんと行儀よくして、ちゃんとやって、たけしさんが来たら、たけしの森は俺がすぐ出るっていうふうにさ、やっぱり、心構えしてればさ、立派な人と会えるんだよ、そうでしょ、で、紹介者が良ければどんな立派な女でもガールフレンドになってくれるしさ、そうでしょ、だからそういうことで、あのとにかく行儀っていうものでさ、だから俺これから日本行儀協会の会長を北野武史にして、俺があのなんていうかな、あの広報部長かなんかなってね、やりたいなと思う。だって今行儀悪いもん。そう思います。そうそうそう、はい、そうそう、写真を写してあげて送っても返事来ない、ね、たまたまさ中学生のガールフレンドと俺がさ、ね、あのあれですよ、あの俺が38ぐらいの時にさ、はい、あの鎌倉行ってさ、はい、でそいつも親に見つかっちゃいけないからってご上記して2人でさ鎌倉行くわけよ、はい、で写真撮ってたら来てさ、悪いけど撮ってとかって言うんですよ、夫婦ですよ、子供もいて、はいはい、で撮ってあげんじゃない、で向こうで住所書くんだよ、で送ってあげて来ましたってのは来ない、ね、ありがとうもない、だから相撲のまっすぐ行くじゃない、で俺がカメラでバチバチ撮ってると記念で撮ってくださいって撮ってあげても、送っても来ない、ね、それでこれはまだ時間が経ってないから失礼になっちゃうかもしれないけど、まだ猪木と二人で、多摩川に行ったんですよ、多摩川なんだっけ、あそこの多摩高島屋があるんじゃない、はい、双子多摩川、はい、その時に、でその猪木のこと不安みたいな女の人がいて、9人ぐらいいて、それ写真撮って、で俺はそのあれですよ、大きくしてあげて送ったんだけど、それも返事は来ない、だからあのなんていうかな、すごい虚しい気持ちでね、いつも写真を撮ってますよ私は、いや本当に、だからそういうことで挨拶をちゃんとする人に出会いたいなっていうことでね、そういうのってさ、ちっちゃい時から習ってたし、だからそのやっぱりあれだろうね、ある意味で行儀っていうかな、節度っていうかな、それをさえ持ってればさ、あれだよね、こういういいとこに呼ばれるんだ、不良でも呼ばれるんだっていうね、なんかそのお手本になったみたいで非常に嬉しいですね。いや百瀬さんの男塾とかやりたいですよ、僕は、いやだからその男塾なんていうのがもうインチ臭いのよ。